今回は鬼滅の刃コラボで久々に配られたこのスーパー貴重な神アイテムコネクトスキルの書についていろいろお話しさせていただこうかなと思います。まあこのアイテムすげー久々に配られるし、あとは最近重心化回のキャラクターもかなり増えてきたってことで、まあこういうキャラクターに使えばいいよとかおすすめの使い方みたいな、そんな感じの話を今回はやっていこうかなと思います。でこのアイテム使ったら何が起こるのかっていう話も初心者さん今回結構多そうだと思うんで説明しておこうと思うんですけど、コネクトスキルの発動条件を解放、これがね一体どういう意味かっていうと、まあ煉獄さんとかがわかりやすいんですけど、モンストに存在する重心化カイっていうキャラクターはね、みんなあまりにも強すぎる設定にされてるがゆえに、パーティー内で制限をかけられてることが多いんですよね。煉獄さんの場合はアジンのキャラクターが2体以下かバランスのキャラクターが2体以下、この条件満たしてないと煉獄さんの本気の性能は出しませんよみたいな、各々のキャラクターにこんな感じで何かしらの本気を出すための条件っていうのが設定されてるんですよね。これをちゃんと満たしてないといけませんよっていうものがコネクトスキルになっております。なので例えばどこかのクエストに煉獄さんを連れて行こうかなって思った時に、パーティー編成した時に、まあ、適当に組んじゃうとこんな感じになっちゃう。右上のこのマークが色がちゃんとついてないと煉獄さんの本気は出せてませんよと。このアンチ魔法陣、貴族性キラー、ターンアクセル、結構煉獄さんの性能に重要なものが、まあ適当にパーティー組むとダメよってことで編成を考えなきゃいけないんですよね。あーこの編成だと煉獄さんの本気は出せねえなみたいな、そんな感じで結構めんどくさい仕様なんですけど、このコネクトスキルの書っていうアイテムを使うと、まあルシファーに私もすでに使ってるんですけど、どんな編成でも絶対にこの能力が発動できるようになる、めちゃめちゃ素晴らしいアイテムになっております。まああまりにも素晴らしいがゆえに全然配られないし、私もこのルシファーにしか使ってないっていう、すごいもったいない感じになってる。もうなかなか使えないっすねマジで。そんな感じになってるんで、まあ、今回はこれとりあえずもらったらわーすごい使おうみたいなノリじゃなくて、ある程度、まあ、自分の考えとかしっかり考え込んで使っていただきたいなということで、まあ、今回いろいろ解説やらせていただこうかなと思います。そんなわけでここからはコネクトスキルの書を使うにあたっての注意点をいくつか話しておこうと思うんですけど、まずはこのアイテムの希少性、どれぐらいこのアイテム全然配られないのかっていう話を軽くしておこうと思うんですけど、これそろそろ実装から1年間ぐらい経つんですけど、1年で7個しか配られてないです、たったので、しかもそのうちの3個は天魔の古城っていう初心者お断りのクエストで配られてるんで、こういう期間限定のイベントでもらえたのは1年間で4個しかないんですよね、今回のこの鬼滅コラボ含めて。なので本当に 3,4 ヶ月に1個配られるかどうかっていうレベルなんで、まずそれぐらい貴重なアイテムですよという風に説明しておきます。あとは一応これ私の個人的な意見なんですけど、1個は残しておきたい、1個はできるだけ手持ちに残しておきたいかなと思ってるね。でこれなんでかっていうと、もうルシファーとか天草とか昔ブイブイ言わせてたキャラクターが重心化回してきたってことで、まあこれからは本当に昔ブイブイ言わせてたキャラクターがどんどん重心化回していく、例えばダッキとかカムイとかガブリエルとかも、まあ1年以内には絶対に重心化回するでしょう。そういう時にやっぱり一番盛り上がってる時期に一番強い状態にしたいじゃないですか。なのでできる限り1個は残しておくと、そういうみんなが YouTuber とかコメントとかでみんなつえーって言ってる時に自分も最強の状態にできてどやれるみたいな、そういうことができるんで、まあ、できれば1個残しておくと助かるかなとは思っておきます。そしてコネクトの書最大の注意点をここから話していこうと思うんで、まあ、特に初心者さんの方は聞いてほしいんですけど、このコネクトのアイテム、これ今ルシファーに私使ってるんですけど、このルシファーにしかこのコネクトスキル解放効果は適用されてないです。これ一体どういう意味かっていうと、例えばコネクトの書解放しました、じゃあこのキャラを実際にどこかで使おうって思っていろいろ編成適当に組んで出発するじゃないですか。使ったキャラクターにしか適用されてないです。例えばこれ1個ルシファーに使ったからといって自分の持ってるルシファー全てに適用されてるわけじゃないっていうのは覚えておいていただきたい。なのでめっちゃ強いキャラクター、例えばここだと煉獄さんがいるんで、煉獄さん艦隊を私作りたいって思って煉獄さんにコネクトの書を使いました。でも本当に煉獄さん艦隊組もうと思ったら4人に使わないといけないんですよね。4枚のコネクトの書を使わないと煉獄さん艦隊っていうのは発揮できないんですよ。まあすごいコスパ悪いよね。1年間に4個しかまともに配られねえってさっき言ったのに、その4個をたった1体のキャラクターに全て注ぎ込むっていうのは、
まあなかなか愛がないとできない行為ということで、基本的に使ったキャラクター1体にしか解放されてません。他のキャラクター、同じキャラクター入れてもそのキャラクターは結局発動してないんで、艦隊組んだりとか3体編成はできませんよっていうのは本当に覚えておいてもらいたい。じゃあ実際どういうキャラクターに何を意識してつけていけばいいのかっていうのを、まあ、これから説明していこうかと思います。そんなわけでコネ書を使うときに意識したいことについて話していこうかなと思います。で、今の環境でのおすすめコネ書キャラクターみたいなのも最後に話そうとは思うんですけど、やっぱりそんな貴重なんだったら使わないかなみたいな人とか、あとは何ヶ月か先にまたアイテム配られた時にこの動画見に来るっていう人もいると思うんで、実際にコネ書使うにあたって私が意識していることいくつか話していこうと思います。で、それを参考にして、まあ、将来なんか強いキャラクターが実装されたら、まあ、それを参考にして、まあ、使うかどうかの判断基準にしていただければと思います。で、実際キャラクター実装された時に使おうかどうかなって思って意識していることっていうのは、私6つの項目あるんですけど、まず1つ目が、まあ、ちょっとキャラクターを出して説明していくんですけど、こういうティアラみたいな1体で十分な活躍ができるかどうかっていうのはかなり意識してる。で、ティアラの性能っていうのが結構高いんですよね。工場にしては超重力、超減速、ターンチャージ L に超短縮に超ウィンド、超ダメオがないだけで他のアビリティ全部超なんで、ここだけ見たらもう限定クラスのアビリティ持ってるんですよね。むっちゃ強い性能してる。ただその代わりコネクト条件が結構きつくて、種族が異なるキャラが3体。つまり、このキャラティアラ入れちゃったら、アジンのキャラクターはもう使えないですよね。だから、煉獄さんとか、そういうキャラと組み合わせようと思ってもできないと。なので、その条件が結構厳しくて、ティアラリストラっていうことがかなりあるんですけど、ただ、解放できたらかなり強いだろうなっていうのはかなり思ってる。実際私、サブ機で1体ティアラ解放してるんで、まあ、そんな感じの、この1体組み込んだら強いだろうなっていうキャラクターは、かなりね、つけようかなって迷ったりするかな。あ、実際これティアラにつけろって言ってるわけじゃないからね。おすすめしてるわけじゃないです。将来的に、こういうキャラクターがやってきたら、もしかしたらつける人もいるかもね、みたいな。そんな感じの話。で、コネクトの書についてはさっき説明したけど、艦隊を組むために解放するんじゃなくて、どんな編成にでも組み込めるために、使うっていうのが基本的な目的になってくる。艦隊で使おうと思ったらやっぱりマルチだったりとか、あとはサブ機とかでみんなそれぞれ1体ずつ解放して使うっていうやり方になってくる。ソロでさっきも言ったけど4体みんな解放して艦隊組むっていうのはものすごいコスパが悪い行為なんで、あんまりおすすめはしないです。なのでティアラみたいなこういうサポート系の性能1体組み込んでおけば、すごいなんかサポート系で活躍してくれそうだなっていうキャラクター、かなりおすすめ度高いというか、そういうキャラクターが将来やってきたら使ってもいいんじゃないのかなとは思うね。そして次に意識していることがこんな感じ。アリスみたいなキャラクター、これどういう意味かっていうと、コネクト条件クソなんですよね。いわゆるコネクソってモンスト界隈では言われてるんですけど、種族が異なるキャラ1体以上はこれ別にいいんですけど、かつ合計ラック100、つまりアリスを使おうと思ったら運極のキャラクター組み込まないといけないんですよね。まあめんどくさい。煉獄さんとか見たらわかるけど、種族が違うキャラクターとか戦型が違うキャラクターだったらガチャゲン艦隊とかでも組めるんですけど、アリス使おうと思ったら絶対に公認1体は組み込まないといけないですよね。これ高難易度とかで使うようになるとめんどくさいんですよ。なんでわざわざ弱いキャラクターを1体ぶち込まなきゃいけねえんだみたいな。いや、モンストの高難易度動画皆さんも多少は見てると思うけど、みんなガチャゲンじゃないですか。なので1体でも運極を入れるっていうことがものすごいデメリットになることが多いんですよね、高難易度になってくると。なので、まあ、将来こういう、まあ、強くて強いんだけどコネクト条件がクソみたいなキャラクターがやってきたら、それをなくすことでどんな状況でもアリスみたいな、そういうコネクト条件解放できて強いキャラクター使えますよっていうのはかなり意識しておきたいかな。何度も言うけど、アリスをおすすめしてるわけじゃないです。そこだけは覚えておいてください。そして次がね、こんな感じのキャラクター。ルイス・キャロみたいなキャラクターね。これね、どういう意味かっていうと、コネクト条件は比較的このキャラ簡単なんですけど、これね、天魔銃を周回するときには解放してなきゃいけないっていう超特殊な目的。まあ、いわゆる使う目的が解放することで明確にあるかどうかっていうのが、これ理由になってくるんですけど、普通の人は基本的にルイスにわざわざ使わなくていいです、こんな感じのキャラクター。ただ
天魔銃を周回してアーキレット運極作りたいみたいなガチ勢の人に関しては、ルイス・キャロルのコネクトスキルを解放しておかないと、最速周回編成みたいなのを組んだ時にコネクト条件が発動してないんですよね。まあ、この辺についてはネットで調べたら結構出てくるんで、まあ、私は深く解説しないというかできないんですけど、まあ、そういうここで解放することで使えるようになったら、どんな状況でも使えるようになったら最速の編成が組めるとか、そういう使う目的が明確になっているかどうかっていうのは意識していることね。解放することでどこで使えるかなみたいなのはかなり意識してる。そして意識してること4つ目がこんな感じ。ルシファーみたいな。もうわかりやすいけど、ルシファーって、艦隊組むか、組めないかで、っていうか基本的にこの条件クソじゃないですか。ただ、ルシファーは皆さんご存知、どこに連れてってもすっげー活躍してくれるんで、まあ、毎回艦隊組むわけじゃなくて、例えば運枠2体入れて、残りルシファー2体とか、そういうことやりたいけど、コネクトのこと考えるのがものすごいだるいと。なので、こういうキャラを解放することで、すごいいろんなところで使える。解放することで使える幅がすごい広がる。むしろいろんなところで使いたいから、ルシファーのコネクトを解放するっていう、そんな感じの目的ね。まあ、さっきのルイスとちょっと被るけど、使う目的が明確になっているかどうかっていうのが、かなり、わかりやすいところになってくるな。だからルシファーも私はサブ機全部1端末ルシファー解放してますね。多分解放してる人ルシファーはかなり多いんじゃないのかな。そして、次が、これじゃない。これで、煉獄さんみたいな、なんていうか、超強い、長生きしそうなキャラクターかどうか。これね、すっごい意識してる。もう本当にこれが一番重要な条件って言ってもいいかもしんない。コネクトの書はさっきも言ったけど、めちゃくちゃ貴重なアイテムなんで、なんかノリと勢いで、わー使おうみたいなノリで使えるもんじゃないですよ。本当に、未来まで考えて、煉獄さんのこの性能は結構長いこと生きるか。いや、多分生きるよな、みたいな。こんだけ強いんだから、みたいな。まあ、ルシファーに使ってる人は多分その辺も多いでしょうね。ルシファーのあの性能が潰されることなんてそうそうないだろうから。なので、もう使っちゃっても、ま、後悔することはないでしょう、みたいな。そんな感じ。なので、コネクトの書を使うときに、正直一番意識してるのは、後悔しないかどうか。長生きして、ちゃんと長いことこの解放したキャラクターを使って、まあ、いつかは、やっぱりインフレの都合上使わなくなるけど、まあ、あの頃すごい助けてもらったしな。みたいな感じで、納得のいく使い方ができるかどうか。まあ、多分ルシファーはみんな後悔しないと思う。で、個人的に煉獄さんも、まあ、おすすめキャラクターの一部にちょっと先に言っちゃうとなってるんですけど、煉獄さんもかなり強いんで、まあ、コネ書に余裕があって、ちゃんと使う目的が明確だったりするんだったら、使ってもええんやないかなって思うところになってるね。そして、一番最後。これがね、まあ、こっちもかなり重要かな。むしろこれが一番の理由になってるっていう人もいるかもしんない。好きなキャラかどうか。いや、これかなり重要ね。もう好きっていうのは一番のモチベになるんだから、どんなところでも連れてけるキャラクターっていうのは、もう好きなんだから、もう連れてきたいから、みたいな。性能知らねえから、みたいな。目的知らんわ、みたいな。いや、そういうのはあったりする。まあ好きなキャラクターを理由に使うっていうのはあるかもしんない。まあ私タンポポ好きだけど使ってないんですけどね。なんでかっていうと、いつか運極作った時に実質コネクトの書使ってる扱いになるから、運極タンポポ作ったらもう条件満たしてるから。なので、今私は使ってないけど、まあ、さっきみたいな、いろんなキャラ紹介してきたけど、好きなキャラがいるんだったら、まあ、コネ書に余裕あるんだったら全然使ってもいいと思います。後悔しないんだったら、もう好きなキャラっていう理由だけで使っちゃってもええんやないのかなって思うところになってるね。で、まあ実際今6つの項目話してたんですけど、実際私コネ書使うときに、まあこんだけ言った項目どれだけ満たしてるかが、やっぱり選ぶ条件になってくるかなとは思ってるね。まあ、そんな感じで、選ぶ時の参考にしてもらったら幸いですということで、今の環境でのおすすめのコネ書キャラクター、ここからは紹介していこうかなと思います。というわけで、まず1体目のキャラクター。まあ、このキャラクターはものすごい王道なんで、ルシファ。いや、本当にこのキャラクターは、まあ、持ってたら大概の人は解放してるんじゃないのかなと思っておりますね。私のフレンド見てもやっぱり解放してる比率すっごい多いんで、まあ持ってたら使ってもいいんじゃないのかなとは思ってる。で、さっき私、コネクトの書を使うんだったら、1個は残しておきたい。その未来で強いキャラクターが回した時に、即座に使って、なんかみんなの盛り上がりと一体化できるように持っておきたいかなっては言ったんですけど、ルシファーに使うんだったら0個になってもいいと思ってる。いや、それぐらい本当に解放するかしないかで、立ち位置すごい変わってくるんですよね。さっき言った、私が解放するかどうか迷ってる時に意識している項目6つ、話してたと思うんですけど、まず、
一体いたら、もう、環境というか状況変わるじゃないですか。友情一体でもいいから出してるだけで、まあ、大概の敵は消し飛びますよと。あとは、神殿集会も、このキャラクター解放することでできるようになるしね。あとは、コネクト条件も、まあ、言っちゃあれだけど、クソ。艦隊ルシファー組むんだったら発動できるけど、1体組み込むとか2体組み込むとかだったりすると、ものすごい編成のことを考えなきゃいけないんで、めんどくさくなっちゃう。まあ、解放しておけば、何も考えずルシファーの最高の性能を発揮できる最高地点に至れるんで、すごいいいんじゃないのかな。ギア5期待してます。で、3つ目とか4つ目の、やっぱり使う目的、もう集会とかだったり、あとはもう使う範囲も広かったりするんで、集会だったり、禁忌だったり、適当な超絶。もう全部とりあえずルシファーぶち込んでおけば、大体はなんとかしてくれる。なので解放する価値すごい高そうね。あとは、ものすごい重要なのが、やっぱり長生きするかどうかなんですけど、まあ、これは生きるね。ものすごい生きるんじゃないのかな。ニオも結構当時めちゃめちゃやべえって言われてて、今でもなんだかんだ強いキャラ来たけど、まだ息は全然あるんで、ルシファーも、来年の今頃になっても全然生きてるでしょ。ある程度運営さんは未来のことも想定してこんだけぶっ壊れなやばい性能にしてきたと思うんで、かなり他のキャラクターに比べて圧倒的に長い期間息すると思います。っていうか、今回のなんか増白点でもルシファーで攻略できるみたいなのもあったりしたしね。なのでそういうところで、やっぱりルシファーにコネショは使っておきたい。まあ、ルシファーが好きっていうキャラも結構いると思うし、ピックアップで引けたっていう人もかなりいると思うんで、ルシファーはもう多分アンケート取ったら第1位でしょうね。誰に解放すべきかみたいな。なので、使うのをおすすめしておこうと思います。そしたら、次のキャラクターについては、天草四郎。で、ここから先については、さっきルシファーに対しては0個になってもいいって言ったんですけど、ここから先のキャラクターは、0個になるんだったら、よほどな理由がない限りは使わなくていいかなとは思っているところ。で、まず天草に関しては、コネクトスキルがね、ちょっとめんどくさいんですよね。神のキャラクターが1体いなきゃいけなくて、自分と種族が異なるキャラが2体以上いりますよと。なので天草は2体詰め込まなきゃ限界だし、あとはワタツミだったりブリギットだったり、そういうギミック合ってるキャラも詰め込まなきゃいけないよ。まあ、言っちゃうだけどめんどくさいっすよね。ワタツミを手持ちに持ってたら余裕で組めるんですけど、あとは天馬1か。天馬1を想定してるんだったら全然いいんですけど、他のクエストで天草を使いたいよっていう時になると、やっぱりこのコネクトがかなり足を引っ張ってきそうな予感はしてる。まあ、現環境で言ったら、天馬1が主に使われるとこになるんで大丈夫だと思うんですけど、やっぱり手持ちがあんまり揃ってなかったり、わたつみ持ってなかったりとかして、最高の天草の性能を発揮できないよみたいな感じになってると、あとはフレンドにわたつみ頼らなきゃいけないよってなったりすると、ちょっと解放しておいても全然いいんじゃないのかな。その天馬1だけしか使わないっていうんだったら、解放してなくても大丈夫だと思うんですけど、他のところでも私使う予定ありますっていう人は、天草にコネショ使って解放して、どこでも天草はやってもいいんじゃないかな。持ってる能力としては、やっぱり、キラー持ちツインインボなんで、この強さは最近煉獄さんですごいもてはやされてるから、同じ能力持ってる天草もかなり強いからね。そんな感じになってる。そして次のキャラクターは、このキャラ。ダルタニャン。このキャラに関しては、解放する理由としては、このコネクト自体も、聖騎士のキャラが2体以上か、戦型が異なるキャラ2体以上ってことで、まあ、聖騎士は基本的に会えられないんで、バランス型以外のキャラクターで、その、コネクトを満たしてあげるっていうのが理由になるんですけど、使う理由に関しては、近畿深淵の火のとこね。あそこを、やっぱり編成とかのこと何も考えずにやりたいよっていう人は、ダルタニャンに使うっていう選択肢もあるんじゃないのかな。あとは、ダルタニャン艦隊とかで3体以上で周回したいときね。一部の人は、ダルタニャンにコネクトの書解放して、仲間募って、ダルタニャン艦隊で周回してるっていう話もあったりしたんで、そういうこと考えて、このキャラクターのコネ書解放しておいて、まあ、近畿深淵で使うっていう。まあ、いわゆる、ルイス・キャロルとかと同じで、明確な理由があって、解放するパターンね。まあ、強さに関しては、結構強いけど、そんなめちゃめちゃいろんなところで使い回すかって言ったら、そんなこともないかなとは思うんで、まあ、本当にダルタニャン好きか、近畿深淵の火を周回したい人は、これ使ってもいいんじゃないのかなとは思ってる。そして次のキャラクターについては、このキャラ。ワルプルギス。このキャラはね、比較的コネクトスキルが簡単な部類になってるんで、そこまでめちゃめちゃ必須かって言われると、そんなことはないと思うんですけど、ただ、持ってる性能がね、やっぱすごい高いっていうのと、あとは、飛行付与だね。飛行付与を付与することで、例えば煉獄さんとかを地雷のクエストに無理やり連れて行っていく。例えば、天馬3とかだったり、裏近畿の28とかで、ワルプルギスと組み合わせてやってるっていうのもあったんですけど、これを多属性でも、
やりたいよっていう人は、このワルプルギス解放しても一つの理由になるかなとは思ってるね。基本的には、その煉獄さんとかと組み合わせても、お互いがお互いしっかりコネクト発動するんで大丈夫なんですけど、本当にいろんなキャラクターに飛行付与したいよっていう時は、やっぱコネクト条件しっかりやっておかないと、もしかしたら満たせない可能性もあったりするかもしれないんで、そういう場面に出会った時に、ワルプルギス解放するのはあり。この先を見越して解放するんじゃなくて、うわっこれ解放してないとダメやんみたいな場面に出会った時にコネクトの書っていうのは使うものなんで、今これ私おすすめキャラクター何体か言ってるけど、実際に皆さん使ってて、うわーこれ解放しないとまともにちょっと使えたもんじゃないなっていうことになったら使いましょう。おすすめキャラクターだけ聞いて使うことも何も考えてないのに、おすすめだからっていう理由で使うのは本当に危ないことなんで、貴重なアイテムだしね、そこは気をつけておきましょう。そしてこのキャラはね、結構私どうしようかな、使おうかなって思って、ずーっと使ってないんですけど、プルメリア。いや、これはね、常に悩んでる。いや、そろそろ一体解放してもええかなとは私思ってるんですけど、このキャラね、アリスと一緒で、合計ラック100以上満たしてないとダメなんですよ。なので、プルメリア使おうと思ったら、一体は運極のキャラクターを入れてないとダメっていうのが理由なんですけど、このキャラクター、クソ強いんですよね。カルニベでも使えるし、っていうか、モンストの火属性の高難易度の豪絶は大体いける性能になってるかな。で、能力がね、ワープ持ってる、飛行持ってる、ブロック持ってる、ダメを持ってるで、いけるとこの幅がすごい広い上に、ダッシュ M って、重力とか減速壁と違って、超になったところで速度強化がもらえない、殴りの恩恵しかもらえないとこなんで、速度が上がるダッシュっていうのがすごい強いんですよ。そして、SS のターンが長い弱点を、コネクトスキルで補ってるんで、解放できたら楽になるだろうな、でも工場だしな、どうすっかなみたいなこと考えて、すごい私常々悩んでる。で、あと、高難易度向けの性能だけど、パワーフィと攻防アップって両方すっげー使える性能してるんで、すっげー強いんですよね。いや、マジで悩んでる。でも使ってない。なんか、本当にここぞっていうところにまだ出会ってないんで使ってないんですけど、ここぞっていう場面でプルメリアと出会ったら、多分解放するでしょうね、私は。そんな感じで、一応おすすめキャラの一体として挙げさせていただきました。まあ、これから、モンストをいろいろやっていくっていう方で、高難易度非属性、あんまりキャラ揃ってなかったら、プルメリアに使う人ももしかしたら、いるかもしれないね。ちゃんとそういう場面に出会ったら、プルメリアに使いましょう。そして、あとはね、このキャラクターがいるんですけど、ミカエル。これは結構有名だね。ミカエルと毒のキャラクターを組み合わせて、いろいろ使っていけますよ、みたいな感じになってる。で、毒キラー M なんで、キラー M これ毒状態になってたらどんな敵にも発動するから、実質全属性キラー M みたいなもん。現状はね、あんまり多属性でミカエルを使ってるっていう場面は聞かないんですけど、やっぱりキャラ持ちがあんまり良くなくて、ミカエルをいろんなところで使うっていう風になってくると、やっぱり毒枠の相方との組み合わせを考えると、めんどくさいこと考えたくないから、ミカエルにコネ書を使うっていう選択肢は、全然ありなんじゃないのかなと私は、いや、思ってるかな。そうね。まあ、基本的には、ミカエル艦隊とかで組むキャラじゃなくて、やっぱり毒の相方がいないと、本気を発揮できないキャラなんで、そんなに、なんか、2体、3体以上ミカエルを編成するっていう場面はないですけど、まあ、いろんなところでいろんなキャラクターと組み合わせるっていうことを考えると、解放しといても、まあ、いいっちゃいいのかなと思ってる。で、これも何度も言うけど、そういう場面に出会ったら、解放しましょう。本当に。まあ、そういう強いキャラクター、これも長生きしそうだしね、転送壁のミカエルの時代がそんな頻繁に来てるわけじゃないんで、あとは周回クエストでも、そうね、場面によっては使うこともありそうなんで、そういう場面が来たら、ミカエルに使ってもええかなとは思っております。そして、最後のキャラクターが、煉獄さん。これは結構話題になってるね。もう煉獄さんにコネ書発動して、例えば、天魔さんで、艦隊で組んでますよとか、あとは、なんだろう、ファウストと組み合わせて使ってるっていう例も結構あったしね。なので、まあ、煉獄さんは結構いろんな方、私も動画に出したけど、かなりいろんな非属性のクエストで使う。さっきも言ったけど、長生きするかどうかっていうのも一つの基準になってくるんですけど、まあ、これは生きるね。まあこのアビリティ界隈で誰か連れてこいよって言われたら、まあ、大概煉獄さん。で、適当なクエストだったら、重力とかでも友情コンボ通用するんだったら、とりあえず煉獄さん連れてって、ツインインボで何とかしてもらえればいいや。で、ボス戦に来たら、区の方煉獄で勃艦してもらえればええや、みたいな感じの使い方もできるんで、このキャラはね、今私すごい使うかどうか悩んでるラインに届いてる。なんか本当に、あ、これ煉獄さんちょっと使おうかなっていう場面がやってきたら、多分ためらいなく私使うでしょうね。
なのでそれぐらいかなり高いラインに煉獄さんは来ております。まあ、実際皆さんも使ってみて、これ煉獄さん解放したら使い勝手増えるなって思ったら、煉獄さんに使うっていうのは全然ありになってるんじゃないのかな。ただまあ、いろんなキャラクターは紹介していったんですけど、やっぱり、まあ何も考えず適当に使っていいのは、ルシファーしかいないかな。本当にルシファー持ってたら絶対使うしね。ルシファー持ってて使わない人おるみたいな。まあそんな感じになってるんで、とりあえずルシファーには使っちゃっていいと思います。ただ、残りのキャラクターに関してはちょこちょこ言ってたけど、本当に、これコネクト発動することで世界変わるなっていう場面に出会ったら、使うのがかなりいいんじゃないのかなと思いますね。なので、他にもこういうキャラクター言い忘れてますよっていうのいたら、言っていただければ幸いです。ってわけで、参考になったら幸いです。ということで、ごきげんよう。